皆さんこんにちは、エルザです。今回も黒森町キタン続きやっていきたいと思います。結構ね、内容自体が進んできたっていうのもあるんだけど、やっと劇場付近というか、なんかそこまで来たね。で、次の舞台がさ、まあ、ちょっと厄介っていうか、リフトショップがあるけどさ、7人の侍なんだよなあとさ、ここさ、ギフトショップってあるけどさ、これあれだよね。前回そのお父さんがここで買って、こっちに、駅に行ったっていう流れだろうね。なんか、いや、ちゃんとできてるなと思ってね。細かいよ。ポスターもある。じゃあ、早速、劇場の中入ろっか。どうなることか。暗っ。右上なんか入ってった。ポップコーンだって。あー、映画館見てさ、映画見るときってさ、俺何も持っていかない派なんだよな。ポップコーンやらさ、いろいろあるけどさ、持っていかないんだよね。よし、上行こう。女性通って言ってたけど。うわー、血。全部お前のせいだ。これさ、鹿島村から出るときもさ、全部お前のせいだって言われてたけどさ、やっぱ絶対あれだよね。関係あるよね。あの、逃がしたことが。コシラとメカコシラ。濁点抜けばいいっていう感じじゃないよ。あー、昭和たぬき合戦ポンポコ。もうやっちゃってますね。乱暴じゃなくて乱歩か。やっちまってますね。あ。姉が反応した。呪いを解く鍵はこの部屋にあるかもしれないわ。まあ、真ん中のやつだと思うんやけどさ、いるの。嫌だよね。あ、ちょっと待って。なんて書いてたよ。転写室下記現金。錆びたパイプベッド。まあ、まあそこですよね。電源入れましょう。入らないよね。反応しない。長い間放置されたせいで回路が故障しちゃってるのかもしれないね。別の場所を調べてみましょう。嫌だよ、中に、なんか調べるの。ネガが表示されていると。あ、つまみを回す。これでいいの？ぐひー、こいそれはビビる、それはビビる。はい。とにかく試してみましょう。実写機ね。お？めちゃくちゃ音量いるっていう話だったもんね。これちょっとやばそうだね。いや、てか火事になってない？あ！第一見て、この子の目、あなたにそっくりよ。誰かが似ないといいわね。あなた真面目すぎるから。最近仕事はどう？鹿島村に食品加工工場を建てたいっていう会社があって、投資分析任されてるんだ。だからその工場が完成するまで忙しいな。
どんなに忙しくてもちゃんと休んでちょうだいね。それにこの時期の子供にとっても親がそばにいることは何より大切なんだから。ああ、もっと君とこの子の一緒にやるようするよ。関係あったんだね、やっぱね。木原ちゃん？木原ちゃん？木原ちゃん。じゃあ、あの車の事故は仕掛けられたってこと？私どうしてここに？キハラちゃん、ようやく目が覚めたね。さっきは本当にびっくりしたわよ。確か、映写機に電源入れて、電車を発動して、そこで意識がなくなって、そこから事故現場を見て、それに父さんも母さんも。停車機に何かが足りなかったのかもしれない。それで電車が不安定になって、キハちゃん、私のせいだわ。キータニさんのせいじゃないわ。うん、私が焦りすぎたから。あたしのせいだでよ。なんか可愛い感じになるよね、あの子はね。いずれも責めないで、キータニさんを責めるつもりなんてないんだから。じゃあ、キハちゃん、許してくれるので。まあ、攻めてないからね。今度やったらいいんだから。って。めっちゃ泣いてるやん。そうだ、眠ってる間に父さんと母さんがベビーベッドを囲んでる光景見たの。ただ不思議なのは、ベビーベッドには黒いフィルムが置いてあるだけだったってこと。木原ちゃん？まさか木原ちゃんはフィルムが化けた妖怪なの？そんな妖怪いるわけないでしょ？でも失った記憶とあのフィルムには関係があるかもしれない。それにさっき言ってたよね、映写機に何かが足りなかったから念写に失敗したのかもしれないって。分かったわ、足りなかったのはフィルムね。あくまで推測だけど、きっとそのフィルムが呪いを解く鍵なんだと思う。それなら黒森町劇場でしかない呪いを解けない理由も説明できるわ。そのフィルムが黒かったのは何となく覚えてるから、まずそれを似た、それに似たフィルムか探してみましょう。ヒントになってたってことか。ただ、そのフィルムに関して言うと、あ、ここではないのは間違いないよな。映画館内に入るんだろうね。あ、電気ついてる。このドア、さっきもこの場所にあったっけ？位置が変わってるような。え？さっきは映写室だったのに、どうして？これは像。うん。変に、体に変なものがかかってる。多分これが噂の妖怪屋だわ。妖怪屋。妖怪専用のお店のこと。でも時々人間にも商売をやることがあるんですって。こんな伝説を聞いたことがあるわ。ある日の深夜、仕事を終えたのとある会社員が人気のない路地を歩いていると、薄明かりの下に屋台があることに気づいたの。こんなに遅い時間まで屋台が影響しているのはおかしいと思ったんだけど、お腹も空いてたから、そんな疑問はすぐどっか行ってしまった。会社員は夜食を買って幸せな気持ちで帰宅した。ところが、家に足を踏み入れた途端、恐ろしいことが起こったの。夜食は腐り、屋台の主人からもらったお釣りは、財布の中で何かの動物の歯になっていたの。いやー、象の目が開いた。本当や、開いてる。ごめん、脅かすつもりはなかったんだけど、おいらは象じゃない、おいらはバック。あー、バック、バクか。あー、君たち人間はよくイメクイバック、あ、やっぱバックだね。悪魔を食べてくれるっていうイメクイバック。うん、だけどおいらはもうずっと前にイメクイはやめたんだ。ここ数年君たち人間の悪夢があまりにも多くて、よく消化不良を起こしてたんだ。それに悪魔は甘い夢みたいに美味しくないバク。カビが生えたタコに期限切れのわさびと黒ずみを混ぜて塗ったような味がする。どうしたらそこで恐ろしい悪夢見れるんだバク。ああ、だからその邪神の影響で夢も悪夢になってるっていう感じか。だから人間さえておいらを見るのはやめてくれ。ごめんなさい。何かあったら夢に聞いてくれ。夢、夢
いた。8人の侍だって、それ7人だって。EV、エヴァでしょ。エヴァでしょ、絶対。紅の虫、紅の豚ね。もうやべえな、いろいろと。私はパック雑貨店の夢です。そのバッグは人見知りなもんで、お迷惑をかけするでやんす。それで？いや、道具見覚えがあるでやんすね。どっかで見たはずなんだけどな。ちょっと待ってくださいよ。いや、名前言わないで、よく考えてみるでやんす。思い出した、あの、吉太郎から吉次郎坂の店の前で、あなたはポスター見たでやんす。確か名前は、木原さん。そうでしょ？まあ、確かに私ですけど。いやいや、あなたのような巧妙なお方が訪ねてきてくださるとは、めったにない機会だもん。それで、何をお手伝いすればいいでやんす？他はどこなんですか？さっきまでこの部屋は映写室だったと思うんですけど、あの映写室に入ったことあるんで？はい。それはありえませんよ。妖力の強い妖怪でも入れないのに、どうやって人間があそこに入れるっていうんです？映写室は数年前に強力な結界によって消し去られたでやんす。普通の人がドアを開けてもここにしか来られないはずでやんすよ。まさか結界に侵入できるような何か立ちつまい力をお持ちなんで。ああ。不思議な力までお持ちなのかも。しかも、一体全体何用でこの劇場にお越しにしたんですかと。大事なフィルムを探してるんです。この劇場のどっかにあるはずなんですけど。フィルムか。それならこのフロアの突き当たりにある屋根裏部屋で保管してあるはずでやんす。とんでもなく強い音量がすくってやがって近づくのは危険でやんす。3年前毒ガス事件か。3年前の毒ガス襲撃事件があってからこの劇場放置されていましたね。やがて腹筋の妖怪たちが劇場を占拠し営業を再開したでやんす。もちろん人間に気づかれないようにも。そしたらいつの間にか昼も保管してた屋根裏部屋に強い音量が現れたでやんすよ。そいつは屋根裏部屋に近づく妖怪を手当たり次第に攻撃しやがるもんで、フィルムを取りに行く妖怪いなくなったでやんす。幸い、屋根裏部屋にしまってないフィルムが何本かあるんで、今はそれを繰り返し上映し、兵を維持してるでやんす。ご存知ないでしょうが、EVE だけではすでに800回以上上映されてましてね。この辺りの妖怪は空でセリフを言えるぐらいです。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだやろ。なんでも、方針という強い神様らしく、方針、あ、ここでも出てきたね。1階の映写ホールでやんす。私が探しているフィルムはおそらく方針に関係があるんです。なるほど。祭りに参加するなら、妖怪面をお持ちになった方がいいですよ。妖怪面ね。はぁ。1階の小道具屋。はいはい。じゃあこれ戻って正解だったね。ここで上映ができるのか。バックに合わせ映像をリアルな夢にして見せることができるんでやんす。はい。映写機、遮影機よりもいいものだしね。へえ。それは面白そうだね。ちなみにそれだけかな。放水神、まあ、北条神みたいなもんだろうね。それはそうだけど、まあ屋根裏に行くならってところか。なんか落ちてるね。足音だ。誰かそこにいたのかな。持ち物で言うと、鍵だけだね、ゲットできたのはね。一旦セーブしとこうか。いつアウトになるかわからんからね。あー通れるようになってるね。でもまだ上映はされてないか。物置部屋。ここトイレ？事務室か。開けましょう。どうせいるんだろうな、なんか。で、あの鬼の面嫌だな。あ、やっちまった。
ほど面じゃない。クソ人間、俺様に近づくんじゃねえ。妖怪面、妖怪面ね。はい。すみません、妖怪面さんですか。いや、わかんだろ、バカ人間が。すみません、お面さん、少しお願いしたことがあって。俺様は人間の顔につけるだと、ざけんじゃねえ。てめえら人間はくせんだよ。すいませんでした。無理強いしたいわけじゃないので。おい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 、ちょっと待てよ。とか言いながらでしょ。俺様置いていくつもりじゃねえだろうな。おお、今逃げたら全身の血が抜けるノリをかけてるからな。お願い、聞いてくれるんですか？助けてやってもいいが、一つだけ約束してくれ。さもないと怨霊になっててめえに取り付くからな。やらちゃん、こんなのただの強がりよ。恐れることはないわ。なーに、ものすごく簡単な条件だよ。俺様を使ったら、ここに置いていかないでくれ。こんなところで何もできない生活にはもう耐えられねえんだよ。はあ、なるほどね。飾ってやるだけだもんね。あ、はははははは。かわいい顔が、かわいい顔が台無しに。音楽室には近づかないでください、こう。いけないんだよね。鍵ゲットしてからってことだろうな。あ、提灯が。じゃあ見てみようか。あれ？猫ちゃんいたね。ああ、新しい従業員ね。私は北条氏の主催を務めている安藤めぐみよ。あなたは？木原です。木原、聞いたことがあるような。この祭りは劇場の存続にかかるものよ。だから、すべての妖怪が全力で取り組む必要があるわ。人で人手が足りていなかったし、彼らよりも気が利きそうだよ。よかったわ。狐もいるよね、右側ね。やることがあれば、他の妖怪に手伝うことがないか聞いてみてちょうだい。わかりました。妖怪ばかりだね。安藤めぐみ、どっかで名前見たような。まず君から。狐。この格好見覚えがあるぞ。思い出した。すでに玉崎さんを誘拐したやつ、そんな服装だったな。見間違いですよ。ここに来たの初めてなんですから。本当だろうな。確かにあいつより多少マシな顔しているな。顔が見えない。顔なしかな。もう言葉じゃないね。よー、フレッシュな面じゃねえか。俺たちは黒森町劇場に常駐しているバンド、三枚かな？はい。全然、ノリが違うよね、三人で。ビンゴ。音楽は再学再して、放水が不可欠なんだ。ああ、じゃあ音楽、そうなんだ。放水もいるんだね。お道具部屋の隣の音楽室にあってもな、困ってるんだぜ。ああ、じゃない、スコアがないから弾けないってことか。そいつは音に敏感で、ほんの少し物を立てると反応するもんで、誰も近づけれないと。きしむのか、それきついね。あ、なるほど。軽いでしょ？軽いから言ってくれよっていうね。で、これは？寝てる。大使。天の日豪のごとく環境、湿布のことしじゃないですか？それです。そうですよ。どうして知ってるんです？ラジオ放送で聞いたことがある。あ、なんて偶然だ。私は泉役も人類民族学の研究者です。あなたは？松森です。木原か。このことの続きはご存知ですか？ごめんなさい、さっき一節しか覚えてなくて。
そうですか、少し残念ですね。何十年も間、祭祀、まあ、奉神祭りで使用されてきた祭祀なのですが、灰の文字で書かれているので解読できるのはすごくわずかなんだそうです。ああ、続き聞いてきて教えるってことか。いい方法ですが、ただ、何か問題あるんですか？なんというか、最初翻訳すると、めぐみさんって約束してるのは私ですから、他の人に成果でその成果を果たすのは、なんだかめぐみさん騙してるような気がして、やっぱり自分の力で翻訳したいんです。残りの役を探していただけとても助かりますと。わかりました。役が見つかるまで邪魔しないようにしますね。1階の事務室。カラスミさんが持っていますと。カラスミさんどこだっけ？あ、結局、鹿島村に行くんだ。そしたら、やるべきことが急に増えた。まずは、スコア。これは体で覚える。あー、意外と近いね。危険すぎるね。やだな。あ、近い。あ、出ていけ、優しいわ。惜しかったな。惜しかったね。あ、そこ踏んじゃうの。あやかさん、あやかさんですか。アイカさん、ずっと待っていました。みんなは？アイカさんは毒ガスで殺されたんだと言っていました。でも僕はあなたが必ず帰ってくると信じていた。見てください。チリ一つないよう毎日ピナノを磨いているんです。鍵盤の手入れも怠っていませんよ。聞いてください。何年経ってもあの頃と変わらない音色です。あやかさんの大好きな曲をずっと練習していたんです。聞いてもらえますか？うん。ごめんさん、あやかさんって誰なんですか？あやかさんはこの劇場のピアニストだ。3年前、カルト教の信者2人が劇場の屋上から毒マスをまちまきやがって、たくさん通行人が犠牲になった。あやかさんはその1人さ。あんたはアイカさんとは、はい、あ、背格好が似てるし、面をつけてるから、おそらく間違えたんだろう。じゃあ、待ってただけなんだ。おいガキ、ちょっと残酷かもしれねえが、今のうちここを跳ねた方が賢明だぜ。この妖怪は執念が深すぎる。あんたじゃ救えねえ。だが、アイカさんじゃないことに気づいたら何をしでかすかわからねえぞ。うん。僕も彩香さんみたいに毎日一生懸命ピアノを練習しているんです。来る日も来る日も何年経ってもずっと。この曲を彩香さんに聴かせたくて帰ってくるのをずっと待っていました。彩香さん、喜んでもらえましたか？あー、磁場共鳴的なものか。入らないとこ、うん。そういうことか。磁場の影響を受けるからね。あれが磁場クレーになるわけやね。話すと長くなりそう。そうか、じゃあ祭りがあったらぜひその冒険物語を聞かせてくれよな。ワンダーガール。ワンダーガール。そうか。横文字好きだね。
で、鹿島だったね。スーちゃん、どうしてここにいるの？あら、あんた、スーちゃんの友達？私は花よ。猫カフェで会っている、助けてもらいました。そうなの、あの子はあの店で元気になってたかしら？桜花っていうケチな人はスーちゃんによくしてくれてるの？すごく元気そうでしたよ。なるほど、それで文句ばかり言いつつもやめないわけね。もう気に入ってるみたいです。そうだ、もしスーちゃんに私のここの生活ぶり聞かれたら絶対元気にしてるって伝えたいにゃ。なんでだろうね。本領のおかげで激痛のケアは大変だけど、スーちゃんに心配かけられないにゃ。わかりました。じゃあ、え？ちょっと待って、さっきまでいなかったね君ね。え、ちょっと待って。なんだっけ、あれに似てる、あの有名なホラーゲームの。いるよね。色は黄色じゃないけど。ラスラミだったっけ？静かに。ネギメさんに来たら大変なんだ。え、ミスった？そうなんだが、村に行ってみたら放水の色はとっくに枯れてたんだな。そんなの聞いてないか。こんなこともできないのかってネギメさんに失望されちゃうんだな。枯れてたか。井戸水で不思議な効果がある。亡霊にも使えるんだ。下ろすんだ。放水の回数のように放水なくてはならないか。放水がいるんだね。放水神社か。あ、口先女だったりしてね、あのめぐみさんね。事務室の鍵か、どうぞなんだな。役に立てばめぐみさん、こういう人も残せるかもなんだな。枯れてるっていう話だともね。はあ、はい、開けましょう。ストーブはまだ暖かい。手紙ね。王人様のおかげで今年もいい収穫がありました。今のうちに会社の株を買っておけば工場が完成してから儲かること間違いなしです。父さんは昔食品会社の投資顧問を務めていたような。この手紙に書いてある工場って、もしかして父さんが担当していた会社の。あれ、意外と悪い方。待ってね、先に調べよう。可能性はあるよね。はい、疾風のごとし王人誠の、王人誠なんだ。のゴミ荒はしめ、民は苦しみは救はる。我が血肉を逃げとし、我が魂を捧ぐと。方針の慈悲のご神案、祈り半ば限りなく、神の恩義を施し、たまえ。願わくは、我が経費ネオにて、方針のとこしえならんことを。過去に飛んだか。事件の時ぐらいになるんじゃない？ 1980年カレンダー。あんたさっき、A社ホールいなかったか？やつらに付き合ってる暇はない。方針祭がもうすぐ終わる。早く戻るぞ。いや、ちょっと気になるところが。十一山の方針祭の会場みたい。そうだ、放水持って帰れるかも。放水って貴重なもんなんでしょ？きっと厳重に見張られてるわよ。まずは会場に行ってみよう。誰も見てない隙に少しだけでも手に入るかもしれない。いい考えね。光ってたのが気になるんだよな。こっち行ける？祭りは終了しましたので、ここは立ち入り禁止です。お一人ください。
ってことは、あのピアニストの人にも会えるかもしれないね。あちこち走り回らないでって言ったでしょ。方針様のお怒りに触れたら大変なことになるのよ。ママだって祭りの途中で寝ちゃったくせに。よくあることだね。お姉ちゃんが座敷わらしがいるって言ったからここに来たんだもん。すいません、やんちゃな子で気にしないでくださいね。座敷わらしか。あ、小道具部屋に返せって話ね。あ、これで小道具部屋に入る理由ができたってわけか。いや、残さないでくれって言われたもんな。これしかないね。お面を返しに来た。蓄音機。勝手に蓄音機に触りやがって、どこのガキか知らんが、捕まえたら容赦せんぞ。蓄音機か。針はゆっくり動き、7時23歩指してる。あー、なるほど。でもこれ、お面を外すわけにいかないからね。ってことは、はい。これ多分移動していいよね。それしかすることないもんな。パッケージの時は7時9分させる。あー、で、ちょっと前に戻るってわけか。で、蓄音機？おー。これは入れないよね。で、入れるようになったと。はいはいはい。あれが放水。鹿島村の人たちは気性が荒いって聞いたことある。捕まったらただじゃ済まないよ。早くホースを手に入れないと方針祭りが終わっちゃう。なんだこの人たちにホールから出てもらう方法を考えよう。火事かな。寝ちゃってるしね。お祭りつまんない、寝てるもんね。面白いもの見つけたよ。本当？何？座敷わらし。あー、ここでつながるんだ。え、座敷わらし？ママから聞いたことがある。どこどこ？外のロビーだよ。よく探してみてね。わかった。ってことは、もうすでにこの子が関わってたっていうことか。あー。忘れましたよ。来年もっと早くいらしてくださいね。と。例えば、寺島さん。今年は方針祭の参加者がえらく少なかったみたいですね。工場ができて村人もこの土地に頼って生きている必要がなくなったんでしょう。その会社が放水の成分が新しい肥料を開発したそうじゃないですか。何でも放水に劣らない効果だとか。そうなんですか。ほとんどの村人は放水のために方針は進行していますが、放水に変わるものがあれば、どんどん信者を離れていくでしょうね。まあ、便利なものに行くよね。寺島さん、あんたはまだ法人を進行なさっているんでしょ？私、母、どうでしょうね。私はただ、この劇場の経営を守りたいだけですよ。十数年も心血を注いできましたからね。そうだ、新しく購入した備品は高価ですから、厳重に管理をお願いしますね。ご安心を私にお任せください。寺島さん、ああ、だからお前またいるのかって言われたわけか。
なるほどね。つなが逆だもんね。先に未来から見てるから。しかあれだね、あの時間遡ってってことよね。誰がピアノ？きっと子供のいたずらでしょう。すぐ見てきます。そういうことか。お子さんはっていう。あ、小さな向こう遊んでる見ましたけど。で、これでいいわけか。とさっきの人まだ事務室にいるから、あそこで燃焼発動できないわ。そうだね。じゃあ小道具部屋に行こっか。で、小道具部屋で、ね、こう重なるというか、ここから出てきて話したのにこういろいろ時間が合うわけやね。じゃあ戻りましょう。あ、おお、誠一、お祭りに付き合ってくれてありがとう。あー、ここでお母さん出てくるんだ。あなたみたいな虫飲んじゃはこういう祭りに来てくれないと思ってたわ。最近仕事であまり一緒にいられなかったから、ほんの埋め合わせだよ。あー、確かに目は特徴的だね。でもどうしてここに来ようと思ったんだ。方針教の信者じゃなかったんだよな。うふ、あの子がね、方針への祈りはすごく効き目があるんだって教えてくれたの。あなたの仕事がうまくいけよう、きっと方針が祝福してくださるわ。それから私たち家族は永遠に幸せでいられるように。もうすぐ閉館だ、早く帰ろうか。ええ、もともとここ出身っぽい感じだね。ここは、あれ、また違うところに来てない？え、進めない。あ、わー、面が増えた。全部お前のせいだ。お前が我々をこんな目に遭わせたんだ。お前を許さない。さっきのは一体、私は父さんと母さんを追ったのに、どうしてあんな場所に？井原ちゃん忘れたの？劇場付近には無残に亡くなった人たちの怨霊がたくさんいるの。怨霊は時に幻覚を作り出し、通りすがりの人を間違った道へと誘うことがある。それが噂の木田翔。さっきの父さんと母さんは幻覚だったってこと？そうかもしれないわ。怨霊はその人の心にある会いたい人は物に化けるの。おそらく奴らはケラちゃんの真相を知りたいという思いを感じ取って、ケラちゃんのお父さんとお母さんに化けたんだわ。ややこしいねー。まずは地味室行こう。開けましょう。開けるしかないもんね。多分これを触るんだろうなー。その写真なんか気になるの？右から2番目の人、私の父さんだ。本当、上品で穏やかそうな人じゃない。
写真立ての書に鍵がある。ゼミ室の引き出しの鍵を手に入れた。裏に全員の名前書いてある。松山、木原、渡辺、寺島。ん？松山ってあれじゃない？あ、関わってたのか。村長の名前があって、次に天童城さん、駅員。寺島は、はあ。工場建設で知り合ったか。そうだね、開けよう。更新祭の祭祀だ。じゃあ水もゲットできたしみたいな感じか。資料もゲットできたって感じだね。親父さんなんか関係あんのかな。なんかそんな感じだよね、雰囲気的にね。うん、強い日本酒の名を口にすると不幸を招くことになるって。ヒータニさん、私は考えすぎかもしれないけど、2階にいる時からあまりお祭りに参加したくなさそうだったよね。ヒータニさんは鹿島村の秘密を知ってるって言ってたけど、それは呪いの力のせいで話せないのよね。まさか方針と関係があるの？なんで？キラちゃんは考えすぎだよ。また原稿かけておらんばってん。はよ、ここ離れたいとよ。なんで博多弁？何緊張してんの？黙ってるよ。ほんまに？キラちゃんの聞き間違えちゃろ。あ。何があったんですか？俺たちは2階で学の練習してたら、音量が突然ものすごい叫び声を上げて暴走し始めたんだ。お前たちの演奏が、あの音量気に障ったに決まってるんだ。あれか、なんだろうね。他の妖怪たちはどこへ？俺たちは急いで逃げてきて、他の妖怪にも避難するよう知らせたんだ。みんなもう、小道具部屋に隠れてるぜ。どうして外へ逃げないんですか？あ、妖怪ですら腐食するんだ。2階の音量とは桁外れに恐ろしいぜ。はあ。木原さん、何を持ってるの？香水と祭祀です。木原さん、それどうやって？ある能力で数年前の北条神に戻っていく。その会場から祭祀と法政取ってきたんです。やっぱりキャラさんは普通じゃないみたいね。今、法神祭を始めても遅くないし、法水祭祀、祭学と神宮の奉公者もここに揃ってる。神宮？神宮と法神祭を主催する巫女のことよ。キャラさんはその姿は人間に近いでしょう。それに不思議な力もあるみたいだし、あなたはこの儀式の主催に適任だわ。あ、はい、やってみます。俺も残るのか？当然でしょ。あなたがいなか誰が演奏するの？逃がさないわよ。からすみさんはすぐ小道具部屋行って、木箱でドアを固めるよう他の妖怪たちに伝えて。そうするしかないんだな。気をつけるか。木原さん、あなたは蜘蛛部屋へ行って巫女装束に着替えてください。わかりました。あー、そういう流れになるのか。どうなんだろうね。はい、じゃあちょっと今回ね、長くなりつつあるんで、切りがいいんでここで終わりましょうか。あー、どうなるんだろう。単純にセーブしたい。単純にセーブしたい。なんだろうね。わからないことが多すぎるよね。今から徐々にわかるんだろうな。
ちょっと気になるところも多いんですが、今回ここまでにしたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。まだまだいろんなゲームの動画や解説攻略などもやっていきますので、応援してくださる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。